起きてる？もうどんだけ寝てんの？授業終わったよ。てかノート集めてるから早くちょうだい。書いてないの？もう、はい、これ見せてあげるから早く書いちゃってよ。ほんとよく寝るよね。ていうか真面目に受けてんの見たことないし。なんかよくサボるし、授業中寝るし、問題児扱いされてる。いいの？あと挙句の果てに女の子と遊んでたぶらかしてるから、もうそういう噂も立ってるよ。モテ男じゃなくてチャラ男の間違いでしょ。刺されないようにね、女の子に。もうさっさと帰っちゃってよ。私はちゃんとしてるよ。委員長だもん。ちゃんとした真面目な姿でみんなに見せないと。どっかの誰かとは違うんです。え？いや、私はまだやることがあるから遊びに行けないよ。てか他の子誘えばいいじゃん。嫉妬とかじゃないから。うるさいな。いいの？そんなこと言って。ちゃんと口は慎んどかないとみんなにバレたくないでしょ。そう、まあ今は誰もいないからいいけど、あんたみたいな問題児のチャラ男が実は地味な委員長に買われてましたなんて、バレたくないでしょ。まあ私は全然バレていいんだよ。一番愛してるのは私ですってみんなにバレるわけでしょ。それは全然いい。だっていくら何人の女がかかってきたって私の気持ちには勝てないと思うもん。そうだから許してるんだよ、女の子と遊ぶの。まあ別に付き合ってるわけでもないし、強いて言うなら話しがい。そう、最後は私の元に帰ってくるでしょ。だからいいの。だってさ、いろんな女の子と遊んでいろんな女の子知ってるのに、最後は私のとこに帰ってくる。最後は私の愛を欲しがる。もうそんなの嬉しいじゃん。あ、でも首輪を取ろうとしたらどうなるか分かんないよ。そう、一応ちゃんと首輪をつけて話し飼いにしてる状態だからね。そう、まあだから許してるんだよ。私のこと好き？あ、私は好きとかじゃないかな。多分誰も叶わないんじゃない？でも、なんか付き合って彼氏ですとか言うのは違うんだよね。そう、なんか分からせたいっていうか、本当はなんかの拍子にその女たちが知ってくれたらすっごい気持ちいいんだけど。本当バカだよね。遊んでもらって喜んでんだから。私の愛に勝てないっつうの、本当に。まあだから付き合ってない状態で私のものにしときたいの。変じゃないよ。だってその方がいいじゃん。表向きは地味で真面目な委員長とチャラい問題児、絶対関わりないじゃんって思われるけど、
私が飼ってあげてるって。ていうか早く帰りな。いや今思ったけど、こんな話してるの誰かに見られたらやばいじゃん。だって部活の人たちもいるし。そう、早く行きなよ。書いた？よし。え、じゃあもう帰ってよろしい。どうした？何？あ、どうしたの？また可愛がってほしくなっちゃった？その目はわかるよ。もう、じゃあこの鍵渡しとくから家行ってれば。いや、私の家。ああ、約束あった？2組の子？あ、なんか言ってたね、遊ぶ約束したって。カラオケ行くの？うーん、別に行ってこればいいじゃん。うん、行ってきなよ。ただ帰ってこなかったら分かってるよね。 分かってる？刺されないようにね、私に。うん、分かってるならいいよ。行っておいで。その代わり、帰ってきたら、私がいっぱいいいことしてあげる。女たちの触ったとこ、私がきれいにしてあげるよ。覚悟しといてね。じゃあ。行っておいで。うん、また後でね。あ、でもなるべく早く来てくれないと寂しいから、早く帰ってきてね。 嬉しい。 じゃあね、また後で。